はい、みさこんにちは。今回はですね、こちら悟空ブラックの超極限の性能が出たんで、まあちょっと見てみたんですけど、まあ弱くはないと思う。弱くはない、絶対にね。でも、あの魔人ブーに謎の経験が生えたり、ゴテンクスに謎の経験が生えたから、悟空ブラックも生えるんかなと思ったら、全然生えなかったね。全然生えなかった。マジで運営悟空ブラック嫌いじゃない？本当にあんな炎上したからさ、なんかもうすごいモリモリ。まあこれが弱いと言ってないよ。いや、なんかほんとさ、もう悟空ブラックで炎上したから、もう 90% 経験とかつけるんかな、やけくそになってと思ったら、まあ控えめではないけど、実数値はすごいと思うけど、まあでも辛いっちゃ辛いと思う、個人的にはね。まあどんなに実数値これ取ったとしても、ディフェンス行動前100万いくかいかないくらいでしょ。まあ行動した後だったらそこそこいくとは思うけど、でも今ディフェンス100万200万あっても足んねえ。200万あっても足んねえかんな。200万あっても足んない時代に生まれてきてはいけないような気がするけど、いや、なんかせめて木玉5個取ると全属性がある付与みたいな、なんか木玉条件でよかったから軽減か全属性がある欲しかったなーっていう印象ですね。はい、というわけで今回ね、まあ悟空ブラック、まあ超、お前じゃない、お前も極限超極限してほしいけど、まあ今回ね、こちらの悟空ブラック、いや、まあ必殺でディフェンスも上がんねえかんなこいつ。まあ久々に使っていこうかなと思います。あれあれか、孫悟空の系譜がいるといいから、悟空の系譜、まあアニバーサリーでいっか、アニバーサリーの、まあ、60年行ってみようと思います。まあ今回こちらのパーティーでの、なんでブルーコンビが出てくんねん。いや、ウィスがない、3個しかない。何やってんだミカー。あれザマスの方がいいんじゃないの。まあいいや、ザマス連れて、あ、間違えた、ムト連れてきちった。まあいいや、まあ今回こちらで行ってみたいと思います。で、登場時演出も久々に見たいんで、まあキラベジからですね。で、久々に使った、マジでもうついてこれなくなっちゃったかな、お前も。我が姿は世界。おー、イケメン、イケメン。この気高くも美しい、不死にして最強の神ザマス。 BGM も神、声も神、見た目も神、足りない要素ゼロのザマスさんが出てきたけど、10万だからな。 20% 軽減いけるか、ザマス。やる気十分だから多分いける。で、まあこうするか。で、ロゼスリオくんは、まあ、全属性ガル発動すれば大丈夫。あ、全然ダメだ、全然ダメだ。570万聖なる激凛。いやー、マジこんなかっこいいのにな。こいつも極限してほしいな。未来編次のなんかキャンペーン来たらやってほしい。こいつもはね、確かね、実装してすぐに当てられたんだよね、奇跡的に。1700万頭かしい。思い出深いキャラだから極限成功してほしいね。いやー、でも悟空ブラックなんかな、運営悟空ブラックに厳しいよね。まあ、この悟空ブラックは強いけど、まあ、軽減とかない実数値でしょ。で、最近出た悟空ブラックも、まあ、上振れないときつい。変身できないと辛いもんな。あ、全属性から発動してね。で、あとでも強い悟空ブラックっている？行えば善となることも、人が行えばこれに長くとなり、罪となるんだ。はい。強い悟空ブラックがね、いない気がすんだよね、マジで。冗談抜けてこいつが一番強い気がする。こいつ。で、変な筋肉マッチョマンロゼが一番強い気がするわ。で、まあ、ここはこうしていきますか。まあ、あと1、まあ、これ、アイテム使うか。え、なんで木の枝なの。あれなんで、待って。え、あれファイヤー持ってきた。あれあれファイヤーは、え、俺のファイヤーどこ。え、待って待って。あれうっそ。え、間違えた。そんなことある。そんなことある。いや、一発くらいだったら耐えるかな。あれ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 、俺間違えたっけ。嘘、俺ハイヤーセットしたと思ったんだけど。まあ行動は大丈夫で、175万、まあ言うて出すよね。なんか結構昔に、うおーうおー、ああーやめて、悟空ブラックはいい子だろ。ちょっともう一回行こう。あほー、なんで木の枝なんだよ。
あ、ハイヤーの真下だから間違えて押したんか俺。まあ、こいつでもいいんだよな。心身の侵食。持ってたっけお前。あ、持ってる持ってる。あ、これでいくか、じゃあ。新キャラロゼ連れて行ってきたいと思います。まあ、ザマス二人連れてきてもね、正直足手まといすぎるからな。宇宙ができないと、やっぱりね、きついと思うんだよね。6周年アニバーサリー。まあ、6周年アニバーサリーぐらいだったらいけるか。で、ここはアイテム使っていきましょう。で、まあちょっと、登場前室は飛ばさせていただきますと。で、ここ、悟空の系譜じゃないから、木玉所得のやつとかはないけど、まあなんとかなるでしょう。で、アイテム使ったんで大丈夫。で、460万。まあこいつもね、超極限してほしいな。みんなしてほしい、マジで。ロゼ系みんなしてほしいんだけど。まあこいつも弱くはないと思うけどね、全然。弱くはないと思うけど、今の環境だとちょっと怖い。1500万。まあ火力は出すと思うけどね、結構。でも今火力出すだけじゃついていけない世界だからな。やっぱ木玉所得でいいから軽減、全属性ガードつけて欲しかった。まあ木玉所得1個につき 5% 軽減とかさ、まあ心持っても 5% 軽減つくだけでもやれたと思うんだよな。まあ、ここはザマス1番手で置いていきましょう。で、できれば次のターンで倒したいんで、頑張ってほしいんだけど、どうですかねい。ねい。で、400万。で、悪を、長い。ナイス。なあ、頑張ってね。そろそろフィールド効果が見直される時期だと思うんだよね。なんか予定あったもんね。7月だか8月だか忘れちゃったけど。まあフィールド効果さえ見直されれば、こいつらも日の目を見るはず。あ、俺二次玉取ったっけ。二次玉取ってない気がする。なんか、ボケてたな、多分。多分ボケてた。あ、でも意外とやってるから、意外と取った。ペチペチ。ペチペチすんな、お前。おー、使えねえ。本音が出ちゃった。で、580万。無駄な浮気を。マジイケメンだよな。お前が一番強いよ、マジで。冗談脱ぎで。あー、どうしよう、これ。ザマスに取らせたいな、できれば。まあ、行動後だったら大丈夫と思うね。先制撃たれたら死。てか、殺せなかったら死だわ。悟空ブラックが消し飛ぶ。ザマス頑張ってくれ。よし、ナイス。もう16万、辛い。え、620万の確定追撃の全属性効果抜群。まあ、強いね。イケメンだし。オッケー。で、倒せるかな、俺。ギリギリ。ギリギリやな。ギリギリでいつも生きていたいから。音程ゴミだったな。で、840万。まあまあ強いね、こいつも。回復もあるしね。オッケー、ナイス。で、避けなそう。まあ、ここも大丈夫だし、フィールド展開できるけど、もうザマスは犠牲にしても。あー、でもこれ殺しちゃうかな。いや、でも見たいよね。みんな見たいよね、こいつ。俺も見たいからやるわ。てって。その身に刻み込め、ザン。マジでテンポが良すぎる。で、おう。もう全然見えない。で、3兄弟、ブラック3兄弟が現れて、これね、予測可能な未来っていい？チロゼが全てを消し飛ばしちゃう気がする。チロゼやばいんじゃないこれ。冗談抜きで。普通に、2000万とか出して、身勝手ワンパンしちゃいそう。で、440万。からの、柵が。で、ペチペチ。おお、お前も攻撃しろ。腕組むな、お前。現場監督気取りすんじゃねえ、お前。一番嫌われるぞ、そういうの。うわぁ。やばい、やばい。お前、こうよ、無能すぎる、このブラック。あれ、OK。で、1400万。マジ、本体が死後。2100万。やっぱ、お前がナンバーワンだ。終わりにしよう。あ、終わる。本当に終わっちゃった。終わっちゃった。やばい、これ。あー、ザマー。ザマー。はい、チブロック。
チブラックが強すぎた剣。まあ8周年行くか。じゃあもう一回、ちょっと時間もあれなんで、8周年もう一回ね、このパーティー、同じパーティーで無双していきたいと思いますけど、ブラック君は出てくるかな。 OK。 おー、なんかいるなんかいる。まあこれでもう一回ね、8周年アニバーサリー挑んでいきたいと思います。まあ多分負けるで、もうまた自己紹介助かる。罪となるのだな。さてブラック君、アイテム使わなきゃ絶対死ぬということが分かってるんで、使っていきましょう。まあこうするか。まあこうでいっか。で OK。 超必殺打つとディフェンスが確か一定期間上がるんで、ブラック君はこれあれか、孫悟空の系譜カテゴリーか。そっか、孫悟空じゃダメなんか孫悟空の系譜。7周年も、7周年誰だっけ。あ、こいつらか。あ、じゃあ、ん ?7 周年誰だ。6周年が身勝手とキラベでしょ。あれ7周年誰だっけ。いや、じゃあ7周年こいつらか。あ、違う、7周年、あ何言ってんだ俺何言ってんだ俺。あれ7周年、あ、7周年あれか、ゴッドコンビとフォーコンビか。じゃあ悟空の系譜じゃねんか。なんかボケてたな。まあいいやで175万。まあでも火力はまあ今の段階でも出すから、火力は出してくれると思うんだけど、まあディフェンスだよな問題は。死にそうだけど、僕のそんなクルクルしてる場合じゃないよ絶対。あかん、このままじゃ死ぬOK。 まあこれで頑張ってもらいましょう。まあ、ブラックは大丈夫っしょ。全属性ガードもあるし、アイテムも使ってるんで、いい、300万。いいとこ見たいよ、お前の。お前のいいとこが見たい。待って、二次キネマ取ったっけバカすぎない。毎回さ、攻撃してから気づく。二次キネマ取ったからって。400万で、もう絶対刺さってないでしょ、それ。あ、いいね、ナイス。で、ペチペチして、まあまあしゃあない。で640万強い、この子が一番強いで会心出して追撃も出すと、670万でガリガリやって、イケメンが見下ろしながら祈祷打つと。おお強すぎ、700万強い、やっぱこの子が一番やっぱ俺この子好きよ。ロゼ3は本当ね、ヒーローズも愛用したしね、こいつとハーツ使うのが本当に気持ちよすぎたからなで340万。まあ大丈夫っしょ。アイテム使って行動後 60% 軽減の得意属性の行動後だったらさすがに弱いダメだ。悟空の系譜探すか。いや、じゃあ最後ドラゴンストーリーのステージデイ、まあこいつに木玉をめっちゃ取らせて最後終わりにしたいと思います。まあじゃあこれで最後に行ってみたいと思います。フレンドもベジータがいればありがたいんだけど、さすがにいないと信じてるですよね。まあじゃあブルーコンビでいっか。でアイテムはキーとアナウンサー。まああの俺はトカゲの尻尾ケチってますじゃあバーダックは無慈悲にも吹き飛ばさせていただきます。普通に倒せんかった限界などない。多分ベジータか悟空どっちかフルパワー出してない。で OK、 木玉もいっぱいあるね。まあ一応孫悟空の系譜だからバーダックでも発動せんか。じゃあここでアイテム使ってダーブラクッキーを使っていい感じにしたいとこだけど、どうですかね、いけますか。おー、まあまあまあ、うーん、まあこれでいっか。最後アナウンサー使って、まあこれでかっこいいとこ見せて終わりにしましょう。 BGM もいいしね、悟空ブラックの活躍を飾るにはちょうどいい BGM。 1500万強いね。
まあまあまあ、でも楽しそうだよね。北間はこういう風にクッキーとか使って楽しくワイワイできそうな性能ではあるんで、まあちょっと楽しみに待ちます。うん、極ブラックパーティーは、うんうん、はい、といった感じで今回ね終わりにしたいと思います。ではまた。